はい、こんにちは、ハチです。今回はパキプス10本を発根管理するという企画のおそらく最後の動画になるかなと思います。はい、で早速なんですが、こちらですね、僕が管理をしている最後の株になります。前回の動画でご覧いただいた通り、2回目のリセットをしてから1ヶ月が経過しました。はい、で見ていただいて分かる通り、芽吹きはどこからも確認できていません。で残っていた枝っていうのもこんな感じで枯れてきてしまいました。で胴体もそうですね、シワが入ってきてますね。で持ち上げてみたいと思うんですが、もうカビが生えてしまってますね。で当然発根はしていません。はい、ということで今回の挑戦の結果なんですが、残念ながら僕に関しては成功ゼロとなってしまいました。はい、非常に厳しい結果かなと思っています。明日ですね、11月5日の土曜日にサブオークさんのお客様デーがあるんですけれど、そのお客様デーが終わった後に僕とトシさんと社長の3名で、ちょっと話そうかっていうことになってます。で、その話の内容っていうのをこの後ご覧いただこうと思います。やはりですね、失敗しているので大きなことは言えないんですけれども、今回の経験を通して自分なりに考えたことだったりとか、こうしとけばよかったなっていうことは、いくつかありますので、僕の思っていること、トシさんの思っていること、あとはこの2人の動画を見ていた社長が感じたこと、この内容を皆さんに見ていただいて、少しでも気づきがあれば嬉しいかなと思っています。はい。ということで明日サボークさんに行ってきたいと思います。はい、おはようございます。今サボテンオークション日本さんに向かって、高速走っています。で今日はですね、隣にトスさんがおざっすトスさんがなんとですね、おざっすです、おざっす。はい、運転してくれてます。ちょっと2人で今向かってますね。はい、社内ではね、もうあれやこれやってこんな話しちゃってね尽きないんですよね。尽きないですね。パキプスチャレンジやってから特に、はい、どうですか、具体的な内容はこれから社長と話すとして、どんな4ヶ月間だったか、いろいろね、その個体によって全然違うじゃないですか。個体でちゃんとその見極められればよかったんですけどね、やっぱその同じ室内で管理してたんで、どうしてもね、その個体に合わせた管理ができてなかったかなっていう、すごい勉強にはなりましたね。パキプスとね、生活するとね、2、3時間ぐらいやっぱりね、ずっとパキプスですよ家帰っても2、3時間ずっとパキプスですよ。水変えたりとか、やっぱりその時間を捧げただけあって、本当にね、今回ね、なかなか苦しい状態が続いてね、やっぱり精神的にも苦しかったっすよね。もっとね、いいところをお見せしたかったっすけどね。本当にそうですよね。なんかもうちょっと喜ぶ瞬間をお見せできるつもりでスタートしたんですけど、知っての通り僕はゼロなんで、いや本当になんか重苦しい動画になってしまったなと一応僕の2株も一応社長のところに今日持ってって、最後も社長の方で管理するっていうことなので、今日でね、このパキプスの管理っていうのは今日で終わりなんですけどね。終わりなんですね。で社長のね、総括をもらって、多分社長と僕らの考えてることもやっぱり完全に一致はしないんですよね。そうですね、そうだと思います。僕らの、素人の動画を見て、社長なりの今回の答えがあるかなとは思うんですけど、そうですね。あとその環境も違いますしね。そうですね、それは絶対ありますね。ハウスとやっぱり室内とだとやっぱり全然違いますから、いや本当に僕4割っていうか4株はいけるんだろうなって思ってたんですけど、出だしが選択が間違えたっていうのはあって、いやもうなんはずですけどあれがなかったらどうだったのかなとか、そうっすね。まあでも夏場のミックス用土の腰水はやっぱりちょっと選択肢としては良くなかったのかなとか思ったりとか、自分的にはパネルヒーターとかいらなかったんじゃないかなって。夏場ですね。夏はで、その例えば室内エアコンを落とすと湿度が上がっちゃうからとか、だからエアコンかけっぱなしでそう中をそう加温するみたいなことをやってたりとか、いろいろありますね。まあ夏場の管理っていうのは初めてやったので、ちょっとその具合がよくね。僕も前は冬ですね、2月の発酵管理だったんで。確かに条件は全然違う。だって芽吹きは20株中12株はあったんで、はい、そうですよね。そこをうまく生かせられなかったのが本当にね、あれですよね。まあ、だから今日ね、その、はい、行くとみんなから言われますよ。パキプスどうですかみたいな。僕はね、ここ2日間ね、言われたんで、パキプスどうしたかみたいな。でも、トスさんは言われるかもしれないですけど、はい、僕は多分言われないですよ。いや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 、なんかもう、触れないでこうっていう空気だと思いますよ。言われますよ、言われますよ。いやお疲れ様でしたっつって。いやもうだって、もう DM いただく数がもう、ガクンと減りましたから、ね。ガクンと減りました。1ヶ月ぐらいまでは結構、はいね、皆さんどうですかみたいな聞かれてたんですけど、最近もうないです。ない、全然聞かれない。でもね、僕は1通ぐらいでしたね。あとあんまり聞かれない。直接会って言われることは多いですけどね。あれだけ連絡来てた方が最近はないな。寂しい寂しいな、寂しい。もうちょっと連絡してあげてください。まあいや、まあでも多分その方なりの優しさだと思う。優しさでね、優しさでね。聞かれないんじゃないですか、僕は。発根管理していると、発根管理者たちの、まあ、僕的なルールがあって、はい、発根管理してる人に対して発根どうですかとは自分聞かないようにしてるんですよ。やっぱりそのかなり感情が出るというか、はいはいはい、やっぱりね、切ない時切ないじゃないですか。で、嬉しい時はバーって。いや、そうですね。だどっちか分かんないですからね。そう、嬉しい時は大体なんかインスタとかでアップしたりとかするんで、しないと多分っていう、まあ、ね、しても載せない方もいるんですけど、うん、だってもう成功したら絶対、だってもう載せます。載せますもんね。載せます。載せないっていうのはもうそっとしててくれっていう。確かに、確かに。載せないってことはですよね、動いてないぞと。そう、載せないってことはそういうことです。そうですね。どうしました、ハスさん。重苦しいじゃない重苦しい。それ出し始めちゃうとキリがないんで。キリがない。でもね、明るくしすぎてても、なんだあいつら。そう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 。なんだあいつら反省してねえじゃねえか。いや、反省かみたいな。お前ら失敗してるのに何を明るくしてんだよみたいな。いや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 、すいませんみたいな。ずーっとチーンっていう感じでいるっていうのも、ね、それもなんかそうやって落ち込んでてもだって何も生まれないですから。そうそうそう。やっぱりね、前を向いていかないとさ、やっぱり、そうですね。ダメだな。反省点は反省点として、そうっすよ。考えた上で。過去には戻れないと。そうだから今日ね、お客様デーをね、はい、しっかり楽しんで、うん、で午後ね、社長と撮影をして。そうですね、いや、社長と撮影僕初めてですって。どんな感じになるのか。確かにこういったちゃんとした対談的なものも俺も初めてですからね。そうですよね、うん、ほらつきましたね、うん。さすがに誰も案内係のおじちゃんもいないですね。はい、じゃあ着きましたので、一旦動画は切りたいと思います。はい、はい、楽しみましょう。はい、はい。2人とも試してみましょう。そう、1回座って。少しだけ。で、こうですね。こうですね。座高が高いんですよ。座高が高いんですよ。座高が。こんな感じ。ああ、こんな感じ。ああ、ちゃんと、あ、もうちょっと近く。気楽にやったもんね。気楽、そうっすね。どうしても硬くなっちゃう。硬くなっちゃう。おざす、としです。こんにちは、はちです。はい、今回の動画はですね、栗原社長からいただいたパキプス20株発根管理のね、あ、20株じゃないか。ハッサンは60です。あ、10ですね。10ですね。はい。社長からいただいた企画のね、まあ、最後というか、まあ、社長にですね、その総括をね、していただきたいなと思い、はい、動画を急遽回しております。まあ、本日ちょっとね、お客様で3日目でね、今、社長ちょっと疲れてるところなんですけど、ありがとうございます。僕たちが不甲斐なくてですね。いや、ね、不甲斐ないとこなんとかじゃないの。こっちはどうやってるか、はい、それを一般のお客さんが、これを参考にして、あ、ここはいい、ここはまずいってのをさ、あれするために、あなたたちが成功するとか、失敗するとかじゃないのよ。失敗しようが成功しようがさ、そのあれを見たかったのよ。僕たちもね、2人、まあいろいろ話してたんですけどね、初めはね、もうちょい正直いけると思ってたんですけども、そうですね。まあちょっとそこのね、管理の難しさというかね。でね、あなたたちがやってもらって、あれがよく分かったの。自分たちがやったと自分のことって見えないじゃない。人のやってるやつはね、いい悪いがよく見えんのよ。それを狙いなの。成功する、失敗するが狙いじゃないの。あなたたちがやって、あ、これはまずいよな、これはいいやなってのが、今度画像を見てる方が参考にしてもらうのが一番いいわけ。ただ、ものすごい2人ともプレッシャーで、もうね、針のむしろっていうかさ、ボロクソに。そうですね。今ちょっとまあ、笑えるというかね、やってる時はね、結構そうですね。だからね、特にハチさんなんかね、なんとか成功させようと思って、逆回りしちゃってる。で、なぜハチさんがあれってのは、最初うちから買って成功したのは、B クラスですからね。A クラスじゃないですからね。僕が最初に、今回のとは別に買って、そうそう、買って、B クラスの4枚くらって、うちでは B クラスですからね。今回のは大体8万から10万のやつですからね。今回の株の方が全然状態が良かったやつですね。ほいでね、分かったことは、まず、結論から言うと、サーキュレーターを使っちゃダメ。あれはね、干しぶどうとかね、干物を作るときにはいいかもしれないけど、枝を干しちゃうのよ。ほいで、お宅のほら、なんだっけ、親戚じゃなくて、なんか、いますよね。あの人に見てもらったんだけど、3ヶ月ね、バケツの中入れたり、チョコラインやって適当にやっていったやつがね、3ヶ月葉っぱが残ってるんです、緑の葉っぱが。その写真、彼持って行ったけど、だからサーキュレーターでは多分ね、早きゃ1週間、遅くても2週間ぐらいで、葉が枯れちゃうと思うんですよね。確かにそうでしたね。2人とも早かったですもんね。それと、前はやんなかったけど、リセットって始めたでしょ？そうですね。前はやらずに一発で。そうでしょ？で、ハチさんが、動画でリセットって言葉聞いたとは、あ、これでダメだと思って。それは何でですか？リセットは無理です。人間で言えば、大学病院で大手術した後に、もう一回じゃあ、大手術しましょうと。もう、命ないです。そうですね。で、気を使いすぎて、なんとか成功させてやろうが、逆回りしちゃったんです。本当はあなたが芽吹き始めましたって言ったでしょ、あのまんましとけばよかったんです。いや、そのと本当おっしゃる通りで、まあ、最初の僕の場合は管理を失敗して、まあ、腰水をまとめて大きい容器でやっちゃったっていうところがあって、結構神経質になって、割とこう芽吹いてるやつもリセットしちゃったんですよね。で、その中にはカルスがもうできてて、で抜いた後にダメになっちゃったっていうのがあって、そこは一個反省点としてありますね。だからね、水はね、普通の状態の方がいいみたい。他の人なんかもね、要するに水1週間に1回ざーっと流れるやんでしょ、それだけでいいみたい。あとはね、一番の今回で大切なのは、うちなんかもまだやってないんだけど、鉢の中、前鉢になんか前回やってました、やってたでしょ、あれなんですよ。そうそうそう、あれなんです、成功の鍵は。枝や上はね、どうってことないんです。で、変な LED なんか使わなくて、普通に自然光窓から入る光ぐらいで、で風なんかも必要ないし、ただあなたがやった巻いたでしょ、あれが成功なんです。確かに今回やってない。そうですね。あ、前と違うことやってんなと思ったから。ああ、そっか。なんでやんなかった？そうね、たくさんあったから多分。そうそうそう、できなかったのよ。全部巻くっていうのがさ。そうですね。確かにそうです。ほいで、結局うちなんかもね、3ヶ月生きてたけども、水の中で発根はしないです。だから、状態は普通の方がいいです。乾いたら水やるぐらいで。腰水は必要ないと思います。で、この前のあなたの成功はやっぱり鉢をね、温めて、あれが成功の秘訣だと思います。まあ同様に僕にも言えることですよね。僕もなんかありました。所長が見て。僕の管理でなんか気づいて。だって前成功したのはさ、やっぱりさ、あなたの前成功したうちから買ったやつあるでしょ。あれもさ。今回みたいにいいやつはないからね。そうそうそう。前回でもね、まあまあだけど、ハチさんが4万いくら、あなたは6万ぐらいでしょ。あ、そうです、そうです。今回のはほら、さっき言った8万、10万、その上にあったから。それを成功させてるわけよ。ただほら、焦ってさ、いっぱい成功させようが、絡まりしちゃった可能性がある。もうちょっとね、諦めっていうかさ、あ、これはもう、最初に終えて、あれするときに、まずそうやって、自分が納得した範囲でやるわけだから。で、そのまんまもう我慢するしかない。もう腐るんだったら腐る。カビ生えんだったらカビ生える。それがね、一番いいと思う、逆に。もう諦め。それはもう、その木のね、運命みたいなね、神聖さとかいろいろあるから、最初に植えるときに細心の注意払って、それ以後はもう天に任せるみたいなさ、それが一番ベストだと思う。確かにね、ちょっと具合が悪くなってくるとどうしてもね、ジタバタするというか。で、また私なんか昔言ったと思うけど、芽が生えたやつをね、たかだか方向を変えるとか脇に移しただけでまた枯れちゃうことありますからね。とにかく動かさない。そうですね。分かってたんですけど、動かしちゃって。そうでしょ？分かって、成功させよう、成功させようって。そうなんですよ。ちょっと腰水のやり方を変えようかなと思って、ゆっくりこう動かしてたんですけど、結果、それ、芽が出なかったので、それやっちゃったんですよね。動かしちゃったんですよ。だからこれね、見てる人はね、ものすごい参考になると思う。もうね、やるだけ最初に植えるときにベストを尽くして、あとはもう運を手に任せるって。その方法が一番いいと思います。何か植え込むまでの処理とかで気づかれたことってあります？ああ、入れていいと思いますよ。じゃあまあ、切ってオキシベロン作って植えるっていう形。それで、一回水やって、それから水をはけたら、ウォーマットみたいなあれで包んで、温度計入れて、30度から40度ぐらいに調整しておいて、それだけでいいと思う。あとは窓から来る自然光ぐらいでさ。確かに自分が発根させた時って窓際に置いて少し太陽光を入れてたんですよね。そうでしょ。そういうのもあったんですよね。あんまりじっくり回さなかった。そうなんですよ。じっくり回さなかった。大体もうね、トシさんがあれしてるなら失敗したんだよ。せっかく生えたやつもいじくり回してダメにしちゃったから。枝まで生えてんで完成したやつをね。そうですね。そうですね。はい。社長によく言われます。はい。いじくり回しすぎだって。そうですね。常に社長にもね、教わりながらやってきたんですけど、ついついちょっとね、心配になっていじくり回しちゃうっていうので、また社長が、あ、またそれやったんだって言われちゃうっていう。そうなんですよね。あの時もよく、あれしたじゃない、グラキリスの、グラキリスのね、そこから生えてんのを鉢から出して、こうやって白い根が出てんでしょ、これを植え替えたら、この白い根は必ず死にますよって。もう初めの動画の方で、そうですね。それからですね、スプーンでやる。そうそう、スプーンでもう社長に言われて、スプーンで。でもそれもダメだよっていう社長は。ダメでしたっけ？そういうのもだからいじくり回し。いじくり回せない。あとは何かあったら感想あったら。感想、そうですね。まあ自分的には今回その夏場だったので、今までまあ2人がやったら冬場で管理してその発根させてきたんで、ちょっと夏場のその管理環境を作るのが初めてだったんですよね。で、冬場と同じようなやつをやったから、例えばパネルヒーターを使っちゃったら、ヒーターを使って温度を上げたりとか、まあ、自分の中でヒーターはいらなかったのかなっていう。真夏で多分、室内に普通に置いといても多分30度ぐらい。だから気温はいらないのよ。そうなんですよね。鉢の中の温度。そうなんですよね。あれをね、鉢の温度は絶対ね、温度計入れて、地中温度計ってあるんですよ。200円か300円の。あれを入れてね、常にチェックするっていうのは、それが一番大事だと。あとはもう何にもしないもん。夏場は結構、あれですよね。普通に温室使わずに、室で管理して、発根された方多かったような印象だったんですよ、今回。普通に外に置いといても出たんじゃないかよね。ただ夏場でも朝方ね、ちょっと寒くなるからさ、その時にちょっとウォーマーかなんか入れてやって。他のパキプスを持ってった方は大体ね、温室でただ何もしなかった人が今のとこ1割。1割。それから最終的に1割5分いくかいかないか。そんな感じですね。だからうちはもう、その成功率どうのこうのじゃなくて、皆さんがどうやったらどうなるかって、それが見たかったんで。で、これを見てる人が参考にしてくれるから、それが目的だから。あなたたちが成功していっぱい持ってきたから、それは嬉しいけど、それじゃなくて、どうやったらダメだった、どうやったらよかったっていうのは、それのやつを、この動画見てる人たちは見たいんだからさ。そう言っていただいてね、少しそうですね。スポンサーである社長に寛大な温かいお言葉をいただけると、だいぶね、心が軽くなりますね。あと本当に応援してくれている方のコメントとかもね、胸に刺さるというか。多分見た人がね、参考になったと思うよ、今回は。本当コメントでね、もう反面教師のように見てるみたいな。それやったら失敗するんだなっていうコメントもいただきました。おっしゃる通りだなということで。貴重なんだよ。あなたたちはもうさっきと何度も言ってた針のむしろみたいなさ、来年にあったな。こんだったらやらない方が良かったなって。いやいや、とんでもないです。とんでもないです。とんでもないです。初めただ勉強にはなったでしょ。そうですね。そんなに大変だって。お客様言っときます。パキプスってのはこんなに大変なんで、だからあんなに高いんです。はい、これが最後です。はい。発根済みのやつを見て、あれ安いんじゃないかなって。そうそう思ったんですよ。目線は、はい。安いなって思いました。安いです、本当に安いです。こんだけリスキーね、本当にリスキーですよ。まあ、発根確率が低いっていうのもありますし、あとは発根させるに機材とか、そうですね、土とか光熱費とかかかってますね。そうですね。僕ちゃんと温室のパネルヒーターのこの4ヶ月間の電気代測ってたんですよ。で、1万円でした。そう、1万円でした。夏なのに。冬だったらもっとかかってると。そういうの考えると、発根済みって全然別に、値段でも。いや、本当にそう、妥当なんだなっていう。そうですね。ただそこにね、発根させるロマンをどうしてもそう。それが楽しいんですよね。楽しいんですよね。でまたね、その乾木だからね、動きが早いんですよね。その葉っぱが出たりっていうあれがね、嬉しくなっちゃう。わかります。じゃあここら辺で終わり。そうですね。はい、では皆様、応援してくれた皆様、誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして栗原社長、本当にありがとうございました。はい。ではまた。さよなら。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、社長すみません。ありがとうございました。はい、ということで、3億を後にして、はい、今2人で家に向かっております。ハチさんお疲れ様でした。お疲れ様でした、トスさん。お疲れ様でした。本当に長い長い戦いでしたね。そうですね、そうですね。はい、応援していただけたね、視聴者の皆様のおかげで、なんとか僕とハチさんのメンタルもなんとか。いや、本当に一時期ね、すごい落ち込んだんですけど、落ち込みましたけど、なんとか温かいお言葉いただいて本当に感謝しております。はい。今日はね、まあ、社長に最後、締めていただいて、なんとか形になったのかなと思いますね。まあ、結構失敗しましたけれども、見ていただいた方の1ミリでも役に立てればよかったなと、良いなと思いますので、もしよかったら今後も応援をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、それでは皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。